とあるシリーズのヒロインに値段をつけてみようと思います。値段というのはエッチの値段ですね。そのことエッチをするためにいくらまでなら払えますかという意味です。まあ今回もやっていきましょう。初見の人にまず断っておくとね、このティア表っていうのはキャラとして好きか嫌いかはあまり関係なく、あくまでもしたいキャラかどうかで決めてるんで、そこのところをねぜひご了承くださいってなわけで、じゃあまず早速やっていこうと思うんだけど、この金賞とあるシリーズだけでその今回登場するキャラクターが総勢58名もいて、これね多分一つの作品として最多出場ですね。でそれでいてちょっとねモブキャラというかね、あんまし自分の馴染みのないキャラに時間を割くのはちょっと惜しいんで、まあ最初の方はどうでもいいキャラ適当にババって決めようと思います。まずねまあ、ここら辺とかどうでもいいかな。あとそうだな、ここら辺のモブキャラもそうだね、わりかしここら辺にしとこう。そうだね。であとは映画に出てた子、このアリサちゃん、アリサちゃんもいいか別に話さなくて、まあ5万円ぐらいです。でそうだね、あとはあここら辺もそうだね、ここら辺はミーシャ、まあ6000円ぐらい。こいつに関してはやりたいと思うやついるのかよっていうレベルですね。はい。でいやまだいるな、どうでもいいやつ、もう どうでもいいやつどんどんさばいていこう。チャーリーさんはもうここら辺、まあ王女様、王女様ちょっと高いかな。語尾が変な人はまあいいや、700円ぐらいかな。この人は、まあ、3万円で、あとはそうね、風切り評価も、まあ、3万5000円ぐらい。風切り評価はあのアヘが押しなかったらもうちょっと上だったかもしれないですね。カルト的人気があるメジャーハートはまあこんぐらいで、であとは魔人のニャンニャン、ニャンニャンはニャンニャンいくらぐらいだろうな、あ1万、ニャンニャンも1万円ぐらいで、あとあれだね、スカベンジャーのやつらは、もうみんな、だいたい下の方ですね。この子だけは、この子だけちょっとこんぐらい。で、あとはもう、こういう、こんぐらいかな、だいたい。うん。アクセラレータ組も、そうだね、まあ、あんまし上には、あ、でも、エステル・ローゼンタールちゃんは可愛いわ。8万9000円出せるね。彼女は可愛いですね。こんなもんでいいかな。あとはもう一人ずつ、語っていこうと思います。まずね、魔術サイドからいきます。インデックス。インデックスは、2300円。こんなやつ果たしていたっけって、もう錯覚するレベルの本編の影が薄い、メインヒロインですね。まあ、エッチの値段においても目立った活躍を残すことができませんでした。申し訳ありません。続いて神崎香織ちゃんはねいいですね、8万1000円です。伊藤静香さんの声も非常によく、モデル顔負けのスタイル、そして何よりあの打点知名度をオプションにして、やっぱ背徳感もそこら辺で引き上げられそうなんで、ここら辺にしました。続いて姫神ごめん4900円。まあインデックスの隣にいるのがなんかすごく似合ってるね。僕は周りの人たちよりも姫神ちゃん好きだと思ってるよ。おしとやかで素直な素敵な子だと思うんだけど、俺はやっぱりもっと悪趣味なビジュアルしてる方がちょっとそそっちゃうから、今回の企画じゃ下に行っちゃうかな。続いてアニエーゼちゃんは3万8000円。この子はいいですね。2期のオープニングのあれ、なんだっけ、ノーパンツって曲あるじゃん。あの曲のアニエーゼちゃんの太もも、肉付き良くて好きですよね。うん、声もクギメアさんでね、結構いいなと思いました。続いて、ミチアちゃんってどういうキャラだかよく覚えてないから、まあ、いや、スキップします。アンジェリネちゃんは、測定不能です。こいつに関しては、この見た目して年齢が不明だから、手を出すのが非常に怖い。なので、測定不能にします。この動画において一つルールがあって、ロリキャラには決して手を出さないっていうところがある。でそこら辺で誠実さを保つために小学生には手を出しません。続いてボルソラちゃんはね7万2000円です。はい、シスターの中では一番好きだね。おっぱいが大きいのはもちろんのこと、おっとりのんびりとした雰囲気がさ、俺の体を癒す副作用にもなってくれるかもしれない。そこがね素敵だと思いましたね。続いてこいつ誰だっけ、俺名前忘れちゃった。お前は大体まあこんぐらいかな。続いて逸話もねいいっすね。7万8000円。オルソラよりちょっと上かな。彼女も可愛いからね。あそこまでさ長い槍を使いこなせるということは、俺の下半身についてるねぶっとい槍も簡単にいなしてくれるんでしょう。まあそこら辺に期待大ですね。はい。続いてオリアーナ・トムソンもいいっすね。8万円。まあエロいからね、なんならもっと上なんじゃないかって人もいると思うんだけど、ちょっとセリフが思わせぶりに見え見えすぎて、なんかそこだけが嫌だ。清楚っぽい女の子がちょっと匂わせ発言するからそそるのであって、日頃からそういった発言ばっかする、さらに巨乳っていうのはね、なんかすこぶる相性が悪いと思いましたね。
続いて、ローラ・シュチュアートちゃん。ちゃんじゃねえな、こいつババアだからな。まあ53,000円。その20人近く同じ容姿を保っているそうだから、実年齢は多分ね、さっき俺が言った通りおそらくババアなんですよ。まあ、ただこの企画では金払ってエッチしてそこでもう関係は終わるということを考えると、やっぱねビジュアル重視のところがあるため、それは全く無関係なんですよね、あの実年齢というのは。あの大悪魔ね、コロンゾンも顔負けの俺の性格の悪さにね震えるがいい。続いてレッサーちゃん。素晴らしい、彼女は127,000円です。いやー、上条さんにね色仕掛けをするけど軽くいなされるせいで自分の色気に自信が持てずに、いやいや私はセクシーであるはずって心の中で葛藤する姿、年相応の可愛さを強調する非常に性的なシーンだ。さらに敬語で話すもののノリ自体は軽くて、その調子に乗りやすいことからメスガキ成分が入っているようにも見える。そこが非常にそそる。そしてね、立ち絵が微妙なとある魔術のインデックスイマジナリーフェストのね、中でも可愛さを維持できてるこのね立ち絵のビジュアルの良さ、んーもう最高でしたね。続いて他の新たなる光のメンバー、ごめんなさい、飛ばします。まあそこまで低い金額ではないね。フルルシちゃんはまあ32,000円で、ベイローブちゃんは、ベイローブちゃんちょっと上だね、54,000円。ランシスちゃんはまあ29,000円ぐらいかな。あごめん、ここら辺については語ることねえわ特に。続いてレイビニア・バーロウェイ、測定不能です。まあ、こいつの登場ぐらいからその金書のインフレスピードがおかしくなり始めるぐらい、まあ、強いキャラだったんだけど、どうやらね年齢が12歳らしいからこの企画にね、まあ、入れることはできませんでしたね、ごめんね。続いてオティヌスちゃんはいいね、45,450円。まあ最高ですね、おじちゃんは。彼女はものすごく可愛かった覚えがある。俺も本編でね、おじちゃんにオティヌスに興奮した回数は数知れないっすよ。けれどただ見た目が明らかに露出狂なんだよな。多分上条さん以外の人間のことなんてね何とも思ってないんですよ。ちまちま戦うなんてめんどくせえな、世界でも終わらせてやるかってノリで世界を滅ぼしてた。こんなんじゃさ、俺みたいにさちまちまする人間に対してさ潰すぐらいのことはしてきそうだよね。だからそこら辺はねちょっと怖いなと思いました。続いてネフチュス、ちょっと言い方がちょっと読みづらいけど、素晴らしい、11万円です。この子はね、しこい。オティヌス以上に露出してんだけど、褐色肌の子に包帯っていうのはものすごく相性がいいからね。その包帯で首をきつく締めたらさ、どんな顔すんのかめちゃくちゃ気になるよね。まあ、正直、見てみたい、その様子。まあ、そんなことしたらさ、まあ、一瞬で俺の首飛んじゃうから、そんなことは絶対できないんだろうけどさ、実力的に。おっと、魔術組がここで終わったかな。じゃあ次は、レールガン組行きましょうか。まず、美坂美琴、6,000円。美坂さんはあんまししたいと思わないね。彼女はチッパイだしさ、ツンデレじゃん。別にベッドの上でツンデレみたいな対応されても俺は何も感じないと思うんですよね。そういう意味ではまだクロコの方が好きかもしれない。こっちの方がまだエロい気がする。まあでもレズジ見てるからな、なんか彼女もチッパイだし、まあこの企画向きではないな。9000円ぐらいで。そのレールガンのメインヒロインたちはその全体的に子供に見えるからさ、高いティアにはいかないかもしれないね。続いてウィハル。ウィハルはね、まあ1919円かな。頭がお花畑の女の子。ウィハルも嫌いじゃないけど、まあザ中学生じゃん。俺はさ、小学生じゃ当然抜けないけど、中学生でも性行為の対象として到底見られないのよ。だからさっきも言った通り、レールガンのメインヒロインたちはそのそういった意味では上の方に来ないね。嘘だよ、ついに来てしまった。もうこうなったらやるしかねえ。やるんだな、今ここで。ああ勝負は今ここで決める。ズロー。じゃあ続きをねやりますか。まずシスターズは2円ぐらいかな。あ、こいつとパコったところでマグロ確定じゃん。これだったらまだ18金コーナーでさ、天下か何やら買った方が俺はそそると思うんだよね。だからまあ2円ぐらいでいいかな。続いてラストオーダー。ラストオーダーはね、測定不能。めちゃくちゃ好きだけど、まあご存知の通り、さっきから何回も言ってる通り、やっぱどう考えても子供にしか見えないんでごめんなさい。続いて桃江先生もごめんなさい、測定不能ですね。はい、桃江先生は年齢的にはセーフなんだけど、明らかに幼稚園にしか見えないそのビジュアル、その上にお酒もよく飲んでるよね。そこがちょっと引っかかるんすよ。多分ね桃江先生ね口臭いよ、なんかそんな感じするもん。続いてムスジメアワキちゃん。ムスジメアワキちゃんは、まあ、4万円ぐらいかな。アクセラレーターにぶん殴られてた時はちょっと興奮したけどね。うん、そこがいいと思いました。続いて吹き寄せセイリちゃん。吹き寄せセイリちゃんどうだろうな、79,000ぐらいかな。まあ、俺いつも思うんだけど、
こいつブラつけてんのかなって思うぐらいに、そのおっぱいの揺れ方が明らかに異常というか、なんかね、そこら辺が心配になりましたね。続いて麦のしずり。麦のしずりは1050円。あのビジュアルだけじゃなくてさ、服装がババそのものなんですよ。てか年齢的には年齢が不明らしいんだけど、果たして何歳なんだろうね。40歳って言われても俺納得しちゃうと思うんだけど、実際これ聞いたらどう思うだろうね。しずりちゃんはちゃん付けするほど年齢なのかね、そこら辺が気になりました。続いて滝つぼりこちゃん。あ、いいね。あ、9万2000ぐらいかな。あの姫神と違ってこの地味なビジュアルが、その今度はそそられましたね。周りのやつらがイカれた連中ばっかだったから、あの優しさもすごく引き立ってていいキャラだと思いました。続いてブレンダーはどうだろうな。2万5000円ぐらいかな。まあ、こんなもんじゃね。皆さんもご存知の通り、麦野に真っ二つにされた子。俺も小説読んだ時にアニメのあの活躍がありながらのこれだったから、もうさすがにビビりました。まあでもすごく人気なキャラだから、 3D プリンターでコピーして落として販売すれば、弔いたい視聴者が反応してそこそこ人気出るんじゃないかなともね思えるから、そこら辺のそういった面で活躍してほしいですね。続いて木の畑ちゃんも可愛いよね。あの6万円ぐらいかな。この子めちゃくちゃ可愛いですね。 CQ 映画が好きらしくて、それも制作段階からその CQ の匂いがプンプンする CQ 映画じゃなくて、超本気でハリウッド映画に挑んだけど結果的に CQ 映画になっちゃった天然物が好きっていう、俺と感性が似てるんですよ。ボーボーみたいな、初めからおかしいことする気満々なアニメよりも、夢見る男子は現実主義者みたいな天然物の CQ アニメの方が俺はね好きだからね、そこは話が合うかもしれない。続いて、食宝美咲。素晴らしい。彼女は16万円払いましょう。俺思うんだけど、彼女ね14歳らしいんすよ。こいつおそらくね年齢詐称してるだろう。どう考えても彼女は中学生の体つきに見えませんよ。あの体操着だって大人のねコスプレにしか見えないもん。メンタルアウトで年齢詐称なんて多分簡単なことだから、きっと20歳超えてるんだろうね。そう信じたいよね。もうそうじゃないと三坂美琴があまりに、報われないと思いました。いいっすね、16万円払いましょう。続いて本郷さんは13,000円。隣置いとこう、この子たちの。いいキャラしてんだけど、ベッドの上であの喋り方は、なんとかしてほしいっすね。続いて、ほのりみーちゃん。いいですね。97,000円ぐらいかな。その、障害物や、その、カバンなどを透かして、内側を見ることができるスキル。なんだよ、それ。もう服が透けて見えたりとかできたら、めちゃくちゃスケベな能力じゃん。パトロールしてる最中にすれ違う人をさ、なんか服透かして見てる変態だったら面白いよね、この子。続いて、三坂ワースト。まあ、4,000円ぐらいかな。怖いから近づきたくない。と、僕のメモに一言だけ書いてありました。続いて、フレミアセイベルンちゃんは、測定不能ですね。はい。ブレンダの妹。まあ、当然幼すぎるんで、測定不能です。続いて、デレスティーナ・キハラ・ライフライン。200円かな。この企画の中で唯一のあれかな、木原一族かな。あんなに土地狂った顔しなければ、なんかそこそこ良さげなキャラに見えるのに、いやもったいないよね。続いて高崎みとりちゃん。高崎みとりちゃんもいいよね。あの9万5000円ぐらい払おうかな。長袖姿なのに最初はその敵役敵役っていうのが超そそるよね。あのドリーちゃんの方を入れるのを今回忘れてたんだけど、まあいいや、多分あっちの方はそんな高い値段いかないから、まあ今回はごめんなさい、入れることはできませんでした。最後栗葉涼子ちゃん。栗葉涼子ちゃんは5万1000円ぐらい。この子も可愛いよね。顔が半分色違うけど、それはね、関係ないっすね、アニメの上なら。ただ、研究者という点で、体が不健康そうなんだよね。それこそ、顔が半分違うのも、そんなイメージがあるし、俺は、桐谷花、なんだっけ、谷崎敦美さんが、声やってるから気になるんだよね。相手なわけで、とあるシリーズの値段付け終わりました。皆さんはね、どのキャラが一番しこいと思いましたか？金を払えると思いましたか？よろしければ、コメント欄に意見をお願いします。というわけで、本日の動画は以上です。ありがとうございました。